今日も、萌ちゃんのね、近況のご報告をいただきました。これがね、またすごいですよ。僕見てびっくりしましたもん。でっかいね。じんくんでかいです。萌ちゃんの近況報告です。まず、こちら見てください。どうぞ。すごくないですか。もう安心しきっちゃって、もう僕もこれ見た時、ああ。お家の子になってますよね。この寝顔見てください。あーってもう見てるだけでね、とろけちゃうんですよね。ジン君、今日はね、ジン君にゲストに来てもらってますけど、おー、ジン君しばい子、ね、もうこの通りですね。もう萌ちゃんは安心しきっちゃって、しかも甘えちゃって、ね、この表情はもうね、もう皆さんもね、分かりますよね、見てるだけで。それだけのね、表情で撫でられて、気持ちよさそうに眠ってるわけですね。今、お母さんたちのおもちゃのちょっとお写真の方を見ていただきたいと思います。ね、こんな感じですね。安心しますよね。もう視聴者の皆さんもね、安心してることと思います。萌ちゃんは大丈夫だなって。もうこんなにね、うまいこと、ね、もう初っ端な初日からね、すごく馴染んでましたし、これだけのね、あ、これ見たかったかってちょっと思っちゃいますよね。もう多分ね、もう皆さんも、あ、よかったねって言ってんじゃないかなと。で、里親さんのですね、もう本当に包み込むような愛情も初日からもうで預かってた期間が良かったのかどうかは分かりませんけども、もうこれ間違いなくね、うちのことだけではなくて、その里親さんがですね、それよりも愛情をね、送ってるからこそ、萌ちゃんがね、こうやって、ね、毎日毎日、ね、安心して過ごせるような環境を整えてくださって、で、萌ちゃんはね、幸せにトライアル期間を過ごしてるんでね。まだね、言うてもね、萌ちゃんのトライアル期間は1週間過ぎてない。そうですよね、もう1ヶ月ぐらいいるんじゃないかってぐらいの表情ですからね。まあ、もうちょっと安心したところでした。これでね、萌ちゃんはまだね、1週間以上ありますので、またね、お知らせ、ご連絡などいただけたらご紹介できたらなと思います。これだけね、本当に安心ですよね。まあ、僕もそうですし、会の方もね、まあ、僕は会の方からご連絡いただいてますけど、それ以上にね、やり取りの方は、ね、会の方とされていると思いますので、安心していただけることと思います。どうですか、筒です。自分好きだよね、筒。入らないのかい、どっちなんだい。入る、今ね、入ってきましたね。ちょっとですね、そう簡単には入らないでしょ。じゃあ安全かどうか確認をしながら行ってきますか。ちょっと危険を感じた。中に何かあったのかな。
しゃぐしゃになって中の方まで綺麗に包装してたんです。中身はもう、賢い子、あの僕がねそこの方をクリコにしてたんですけど、ゴシゴシしてたんですけど、俊敏性が違いますよね。重たいんですよ、ジン君は。一発一発。わあ、上手。はい、上手。変えようかな。ちょっとピンクに変えます。ピンク、ピンクだよ。反応がいいですね、やっぱりピンクはね。薄い目がね、勝手にできちゃう。でかくなったね、あなたね。
最近あのりょうくんがね追い越したんですけど、さらにまたジンくんもでかくなってますから今。心地よく頬をなで